こんにちは、CRD です。 で今回はね、前回のペコのインタビューの最後の方で言っていた通り、えー、ビートメイクのね、動画を見てもらいたいと思います。ビートメイクセッションということで、今回は僕、CRD と、えー、ペコとですね、二、えー、人のビートメイクの様子を見ていただきたいと思います。で、ここでね、えー、動画を見てもらう前に一つだけね、すごく重要なお詫びがありますんで、させていただけたらと思います。えー、僕、CRD の声が全然聞こえなくなってまして、ちょっと取り方がね、少し悪かったのかなというところで。で、あのー、もう本当にね、ペコの声しか聞こえないんで、僕が 喋っっっててるるところ全部無音になっちゃってるんですよねだからちょっとね、僕が副音声みたいな感じで声を入れて、まあそれで、えー、動画のね、解説みたいな感じでね、しながら、えー、見てもらえたらなというふうに思ってます。 で、あの、ペコの部分に関してはね、えー、ペコの喋ってるところに関しては、えー、それで普通にね、えー、まともに聞けるところもあったりするんで、えー、そこの部分に関してはそのままね、置いてますけれども。ということでね、残念な前置きをしなくちゃいけなくなったこと、本当に申し訳ないです。あの、これからね、えー、次回からの動画作りに関してはこういうことがないようにね、えー、ちゃんと対策して頑張っていきたいなと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。ということでね、今から、えー、制作の様子を見ていただきたいと思いますんで、このままステージをお願いします。どうぞ。 はい、これがですね、僕がいつも使っているプロツールスの画面です。えー、ペコとのセッションなので、右上の方にペコのね、えー、映像と僕の映像と僕喋ってるんですが、まあもちろん、えー、リップシンクはしてないので、えー、まあ別撮りでこれ撮っておりますけれども、えー、こんな感じでね、やっていきたいと思います。 僕のビートメイクについては、えー、これまでもこのチャンネルで何回もね、えー、配信させていただいているので、今まで見ていただいてた方は、だいたいどんな感じで作ってるっていうのが把握できているかなと思います。初めて見られる方もいると思うんでね、一応説明すると、えー、この画面はプロツールスっていうね、ダ、え、ウ、ー、ですね、要するにデジタルオーディオワークステーションと呼ばれる、まあ、ソフトになります。えー、音楽制作ソフトですね、えー、の画面になっています。ここでドラムとかね、い、え、ろ、ー、んな楽器とかを組んでいって、ビートを作っていくっていうふうな、そういった画面になります。 今回もね、スプライスっていうサンプリング素材のダウンロードサービスを使って、えー、そこからサンプルネタなどをね、ピックしていって作りたいと思います。気になる素材が見つかったらそれをダウンロードして、そのままドラッグドロップでこのダウンに貼り付けます。そしたらもうすでにそこにね、音が入ってくるので、ダ、え、ウ、ー、上で再生して、えー、音を確かめてね、そうやって組んでいきます。どうせやったらペコとね、被らんような素材を使いたいなと思ったので、ちょっとこのね、トランスっぽいというかね、サイケっぽいというか、こんな感じのおまネタにしました。なんか、ウィーンド ウィーケンドみたいな感じになりそうじゃないですかあでもなんかシンセの感じ 80s っぽいシンセの感じが多分今ウィーケンドの最新アルバムがまさにそういう感じやからだと思うんですけどウィーケンドっぽいはちょっと嬉しいですねめちゃくちゃいいコメントですねありがとうございますまあ俺が作ったサンプルではないので拾ってきたネタなのでね、えー、ぬか喜びになってくるかもしれませんがまあこれをねどう生かすかっていうところがねビートメーカーの手腕のね見せどころですから頑張りますあれでしたっけミリのポイントで ベロシティ帰れないんでしたっけ これは、ね、僕がドラムネタを、まあ、こういうふうにダ、ね、ウ、えー、上に貼り付けをしていってるということについてね、えー、ペコが疑問を持って、えー、質問してくれてるんですね、えーまあ。サンプラーソフトっていうのがいろいろあって、バッテリーとか、ね、あるんですけど、そういうソフトに落とした方が、えー、打ち込みが楽じゃないかということで、ね、質問してくれたんですけど、まあ、一応まあこれは理由があって、ベ、まあ、ロシティとか、まあ、音色もそうやし、まあそのえーまあ、長さですね、一つ一つのドラムの長さとかっていうのを細かく変えたいときに、やっぱりこういうふうにオーディオファイルになってる方が編集しやすい。 っていうのがあって一応僕は貼り付けを選んでます、まあ、ただね、えー、ペコが言うようにねあの打ち込みするんだったら、あのー、本当はそういうソフトを使った方が、まあ、打ち込みやすいやりやすいし、まあ、結構感覚的にね、あのー、自分で叩いて、えー、鍵盤を叩いて、えー、入力することができるんでクリックとかねドラッグアンドドロップしなくていいっていうところではね結構スムーズで、えー、結構演奏的に作れるという意味ではねすごくいいことなんですけれどもそういうことをね、えー、聞いてくれてます。 今こんな感じでドラム組んでますなんかみんなとラップの話するときに一つ結論として落ち着くんですけどやっぱラップってハイハット的っすよねすごくつけてっていうのを言葉に変換できるやつは結構そういうのができんのかなとか思ったり人によって違うと思うんですけどねだから僕は多分なんか自分の歌い方ベース的に歌ってんなと思うんですけどこれすごい深いことをね話してますけれどもえー、ペコが言ってるのはそのまあハットを刻む 時にねえー、最近まあそのトラップタコの流行もあって、えー、ドラムの中でもハットっていうのがすごくね重要なファクターになってきてるんですよねで、まあ、このハットは、えー、要するにそのリズムの、ねえー、キープするところでもあるし気持ちいいリズムの,、ね、あのフィルっていうんですけど、まあ、要するにそのあれです、ね、ドラムの,あの、まあ、ちょっとしたその小ネタみたいな部分、えー、で気持ちよく聞こえさすっていう風な部分で、ね、よくあの、えー、使われたりとかするんですけども、まあ、こういった、ね、あの部分に結構ラップ近いよねっていう風な話してますで、えー そのペコの言うベース的っていうところに関しては、キックとかスネアとかベースとかって、結構まあその単音であの小説の頭に来たりとか、えー、するようなね、要するにそオンですよねあの、めちゃくちゃその,、えー白のえー、頭のところに来る、分かりやすいところに配置されるっていう意味で、えー、ペコが言ってるのは、まあ、結構自分は王道的なスタンダードなラップのスタイルをやるなっていうふうなことを言ってます、ね、なんか、年々やっぱり僕は、ラップってリズムだなと思う。 ようよになってきてき最初ずっと言葉だったんですけど。で、今もそのプライオリティ的に言葉が一番強いんですけど、でも例えばその言葉がどんだけ強くてもなんかしゃべり口調のラップ聞けないくなってきちゃって、まあ僕全然もともと苦手じゃなかったんですけど、なんかだんだんなんか聞かれへんくなってきたっていう,いうのは多分そのそういうリズムの気持ちよさみたいなのを聞きたいっていうふうにラップに求め出し て,て自分もそれを実践してるからやと思うんですけどペコらしい意見やと思いますね、えー、これはまあ前の10、ね、個の質問の動画の時にも言ってましたけれども、ラップをする上で気をつけてることっていうのを質問させてもらった時に、えー、ペコが答えてた分かりやすくっていうふうなところ、えー、これがね、おそらくメッセージとリズムと両方ともやっぱり気持ちよく聞こえるというふうなところね、えー、これが合わさったところっていうのがね、やっぱりペコが目指してるものっていうのがわかりますねやっぱり、ダライ・ラマにインスパイアされてるんですか。<laughs> はね、普通のメインのドラムの後ろに、まあ、ちょっとその民族的な楽器の、ね、ボンゴとかソンなんとかの、まあえー、ロールというかね、ねループを入れたらかっこいいなと思ってたんで、それを入れようとしてた時に、ペコが、ね、ダライ・ラマに影響を受けてるのかって言ってるところですね、これ、何かというと、ダライ・ラマが最近ね、あのーまあ、あれですよね、チベットの高層の人ですよね、あの人が最近ね、あのー、ファーストアルバムをリリースしたんですよね、まさかの。 はいまあ、その辺のの、ね、話をぺこ、えー、にしたらすごく、ね、盛り上がっちゃってその時の話を引きずってこの時に言ってました <music> 今こんな感じのビートに仕上がってますいやーもう怪しい感じしてきましたねこれラップが乗るんでしょうかね <laughs> なんか<笑><笑>そ,う、ね、そ,うそういうなんかめっちゃ速いラップじゃないですか

ちちょいちょいいね簡単なやつだったら弾けるんですけどもそういう意味ではねこういうなんか生音系の楽器とかってまあちょっとねあの親しみはあるのでね僕は使いやすかったりするんですよねただまあねやっぱりあの耳でね、えー、音感みたいな部分とかでやっていく部分もあるので結構ベースずれたりとかあの不協和音になったりとかする時もありますまあねこれは何というかヒップホップっていうことで甘えてる部分もあるんですが僕はあえて感覚でやってるところはありますね 誰とかじゃないんですけど、なんかその、いわゆるそのブラックミュージック、黒いヒップホップっていうところをレプゼンしてるヒップホップの音楽をやってる人っていっぱいいると思うんですけど、まあ、黒いっていう表現を自らしてる人、そういう人たちの音源聞いたときに、なんかほんまにベースの音がずれてたり、ベースが出てなかったりしたらなんかめっちゃげんなりするっていうか、 なんか全然説得力ない感じが急にしちゃうぐらいベースがなんか重要な音楽な気がするんでなんかそこでなんかやっぱり測られる感もあるからいつもほんまにあのーベースは悩むっすね バンドだとリズム体っていうふうな言い方をしてドラムとベースのことをリズムいいう言い方ししたりしますよね。だからまあ結構本当にまにヒップホップってまあ打ち込みのね今音楽になってますけどもともとはそのサンプリングして生音をね加工して使ってたっていうのもあったりするんでやっぱりそこでねあのグルーブとかまあ人力的なねあの誤差みたいなところっていうのが気持ちいいっていうのがこれがまあ結構 あの黒人音楽のねファンクとかジャズとかに通じるような黒さっていう部分でもあったりするからまあ、ヒップホップにもそれがねやっぱりあのー、ないとなかなかちょっと黒いとは言いにくいっていう風な音を黒いって言ってる人も確かにいてたりするのでまあ、そういう部分はね確かに思うところはありますね手の間にね僕のビートができたので、えー、全部を聴いてもらいましょうベースもち込んで上ネタもちょっとだけ足してこんな感じになりましたタイトルはタイトルは「タイトルは白い衣」と書いて「白衣」です聴いてください まるでストリートファイター2のステージセレクトみたいな音でしたね。USA!USA! USA ありがとうございます。はい、ここまでが僕のね、CRD のビートメイクでした。えー、おそ松様でした。<laughs> えー、ここからね、えー、ペコンのね、ダウの方に移行して見ていきましょう。